エリザベータ・ゲルト・エリザベータ・パーブラブ・ナ・ゲルトは、ロシアのバレリーナ・バレエ教師。20世紀ロシアにおける、クラシック・バレエの主要な女性教師の一人。ソ連名誉アーティスト。提出バレエ団ダンサー、パーベル・ゲルトの娘、サミュエル・アンドリアノーフ、サムエル・アンドリアノーブの妻。マリーンスキー劇場所属のバレエダンサーである、パーベル・ゲルトと妻シャポシニコーバの間に生まれた。 ペテルブルク劇場学校で教育を受けた。それは、ミハイル・フォーキンのクラスで始まり、その後1908年に彼女は、マリーンスキー劇場バレエ団に入学した。1917年、ダンスのキャリアと並行して、彼女はバレエを教え始めた。ゲルトの幻覚で高貴なバレエ芸術は、クリスチャン・ヨハンソン、マリウス・プティパと、彼女の父親である、 パー・ベルゲルトによるクラシックバレエ学校の伝統の中で形成された。ライラックの妖精、眠れる森の美女、ザリ、コッペリア、イザベラ、ダミスの試練の役を演じた後、1919年にバレリーナの称号を授与された。彼女のソリストとしてのピークは、ソ連邦時代のマリーンスキー劇場において、革命前には最高となっていたバレエ芸術の再開に、 積極的に参加した20年代にある。バレリーナがクラシックバレー学校の伝統の下で育つときに、彼女はロシアバレーの伝統を革命時代にも保った。エリザベータ・タゲルトの柔らかな色彩は維持され、形が完璧で、1920年代バレー文化の標準となった。20年間の公演の後、1928年にエリザベータ・タゲルトは舞台を去り、 完全に教育に専念した。彼女は出身劇場でバレリーナの上級クラスを教え、1927年から1934年にレニングラードバレー学校で並行して教え、1930年から1932年には芸術家督も務めた。1934年に彼女はモスクワに移り、1935年に モスクワ国立バレエアカデミーで教え始めた。1936から37年に彼女は芸術監督であった。彼女はバレエ学校での仕事とボリショイ劇場バレエ団での指導を両方こなした。戦争中、1942年から1945年まで彼女は疎開していた。彼女はしばらくの間トビリシのオペラバレエ、劇場国立バレエ学校で働いていた。 1945年に彼女は、モスクワに戻り教育を続け、1960年以降は、ボリショイ劇場でのみ教えた。当時、ボリショイ劇場レッスンクラスは4クラスあり2クラスが、ソリストのための上級クラスである。エリザベー・タンゲルトが教える上級クラスは、人気があり、競争をくぐり抜けた生徒からは、多くの有名、バレエダンサーを輩出した。 エリザベー・タンゲルトは1975年11月6日に亡くなったベデンスキー墓地に埋葬された。ありがとうございます。